おはようございます、こんにちは、こんばんは。恵比寿ゴルフレンジャーのイ・ヤローだ。今日はなんでこんな喋り方をしてるかというと、特別ゲストを呼んである。それではお呼びしましょう。ダバンさんです。お願いします。お願いします。お願いします。ダブルの研究所で私が主張、ザ・バード。で、今日は私は何で呼ばれたんですか。今日はですね、僕の100ギリ、99日100ギリシルクロードに対する、レッスンということで、今日ちょっとダッバッとお力添えをいただいて、先生枠、先生まさかの先生。じゃあ、あるありますね。そう、自分実は、はい、エビスゴルフレンジャーさんちゃんと見てるんですよ。あれ、はい、で、イエローさん、はい、よく見てるんですけど、はい、俺っち昔はこうだったなっていうところで違いがあるんで、今日はちょっとそこにフォーカスしたいと思います。なるほど、なるほど。で、大きく分けて、はい、2つあるんですよ。2つ、はい、で、1つ目がまず、はい、グリーン周りのオフロチ、はい、それ欲しい。そう、ゴルフはゴルフ、ゴルフはゴルフ、ゴルフ主力で、ね、ゴルフはゴルフ、ゴルフはゴルフ。そうだろう。前にバンカーがあったりとか、はい、絶対に浮かせなければいけないっていうシチュエーションを除いたら、はい、絶対に8万円だと思うんですよ。8万円や、はい、やんごとなき事情が起きた時だけ、はい、まあ60とか50とか。あ、なるほど。基本的に全部8万なんですよ。40が出ないぐらい入ったら大体8万なんですよ。で、結局それはなんか乗るんですよ。はい、乗せるんで、まあ、乗りゃいいじゃないですか。はい、まあまあまあ、ぶっちゃけ、ぶっちゃけ100切りしたいんだったら、そうです、乗りゃいいじゃないですか。そうです。パー4の3打目で寄せは取んなきゃいけないっていう、まあまあまあない。ないです、ないです。まあ、ボギー、同じじゃないですか。あ、同じです。ぶっちゃけ、なんならダボでもいいじゃないですか。バンバンです。バンバンです。なった場合、やっぱり、なったらね、ここからね、208の番のところまで転がしたりとか、はい、飛ばしたりするときも、はい、8番で、ね、適当にベチってやったらね、はい、行くんですよ。行くんですよ。だいたいあの辺で行くんですよ。言わないですよ、決して言わないですけど、だいたいあの辺で行くんですよ。だいたいあの辺で行くんですよ。だいたいで OK。 206から210が選ばれてるから行くんですよ。だいたいあの辺6から10結構あるんですよ。なかなかいいなって。あ、なるほど。なるほど。ここで3やってザックルするとか、はい、トップやって、あの総合からワンペナ行っちゃうとか、はい、結構あるじゃないですか。やりました、やりました。もう散々やりました。ライドがなくなるんで、はい、とりあえずちょっと今日は8番アイアンの妙技っていうのをちょっと、はい、ちょっとだけ伝授させて。8番の寄せ、そうダーバードさんが使う8番の寄せだ。やるとね、またねお前8番ばっか使ってんじゃねえよって言われるんですよ。お前8番ばっかやってんじゃねえよって。いや、本当そう。はい、では早速ダバーズですね。1番アイアン、よろしくお願いします。8番アイアン、そう、8番アイアン、8番アイアンを友達になる。8番アイアンと友達になる。そう、なるほど。第一歩です。なるほど。第一歩、そう、第一歩いきましょう。はい、はい、で、はい、適当で。じゃあちょっと目標ください。9ヤードぐらい。はい、じゃあ、はい、何で、はい、ギリギリアのこの8番ですか。お、あの8をギリギリ超えるぐらい。これ、これ、はい、距離で8番。そう、これ、これですか。これですか。え、シフターじゃないですか。え、完成ですか。もういいです。いやいや、黙り完成。黙り、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 黙り。落としどころ決めたいんです。あー、どこに落とすか。ワンバウンドで3度だと、だいたいそのグリーンのピンの近くまで行きたいわけです。はいはいはい。スピンだけだから。はい。8番って転がって寄せるから、まあ、どこに落とすかっていうのは違うんですけど、大体自分はざっくり考えてるのは、グリーンのギリギリ手前ぐらいなんです。8番って結構勢いよくパンクで飛ばしていきます。で、直接グリーンに落ちちゃうと、結構勢いよくわーいっちゃって、オーバーみたいなのがあるので、はいはい、グリーンのちょっと手前で、ワンバウンドとして、ここも、勢いちょっとで殺してみたいなイメージ。でも、もうワンパット、ツーパット圏内のところまでは寄せられてる。そうですね。
次は5番アイアンだ。5番です。5番。そう。まあ基本的にね、ダバーズとかアイアンマンだから、はい、フットはほとんどいらないかな、これ。フットにいらない。ティーショットもドライバーぐらいですね。はい。で、なんでかっていうと、さっきの8番そうですけど、あそこまで8番で30とか40になったら、結果的に1ダメージは持ってて、なるほど。で、結局だって30ヤードから30ヤードから、例えば380ヤードのパー4で30ヤード以内から3打で上がりますよね。あれで8番で乗せて2パットでしたら、はいはい、ボギーで上がりたいですね。ボギーで上がりたい。ってことは、残り350ヤードを2回で決まりますよ。はいはいはい。しかも、適当でいいんですよ。適当でいいんですよ。適当でいいんですよ。ドライバーで、まあ、ちょっと曲がってドライバーで200ヤード飛びました。はい。からあとは150ヤード OB を出さないように打てば350ですね。なるほど。5番の出番。そう、まあ、5番でも6番でいいんですけど、まあ、ここは一応5番でいきましょう。5番でいきましょう。5番ね、僕仲悪いんですよ。はい。なんですか、あのアイアンロングアイアンとかいうの、あのヘッドがこう返ってこず、はい、その右にペンみたいな、はい、あーみたいな、難しい難しい。ヘッドが返ってこないとか、はい、難しい難しい。ちょっとじゃあ1回打ってみていいですか。5番ピック、はい、あ、そうですね、先生の先生の5番ですか。ヘッド返ってくるとこなんだ、はい、そういうのじゃない。じゃあ、あの、じゃあナバーロ先生が行く、その2打目に振る5番アイアン。あいしょー、シンプルと適当っていうか、なんかもうあんまりでかくないもちょっとちょっと見えますやん。そんな感じで、いいですか。いや、しかも、打つのが早かったです。はい、もっと、めっちゃ結構なんか、いや、もっと、そうなんですよ。5番も結構飛んでくれるし、なんか、そんな飛ばそうとか、スイング投稿ってやってて、誰もバイク多いじゃないですか、はい、あの、つまずけられてるんで、はいはいはい、なんか適当に構えて、あー、こう、帰ってくると来ないと、そんなこと考える暇もなく、はい、打つ。ちょっとやってみましょう、一回、はい、僕のロングアイアンのクソプレミアム、はい、まずは、まあ、そこら辺飛ばしてやろうとか、そうではなくて、残り2、30ヤードしてやるため、OB なんだけど、OB 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 なんだけど、楽に、楽に。いいね、チャンス、これ。これなんですよね。このロングアイアン、なるほどね。弱さ。もうちょっと、ちょっと、もうちょっと。今、だいぶ、まず、作ってます。はい、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 はい。オッケー、これでいい。あれでいい。ちょっと、これでいい。あっちの方がいい。そう、それで、今、右。はい、林行ったり、いや、確かに、はい、あれだったらトップでやっぱやばいな、ゴロで、はい、120ヤードしかいかなかったんで、なっても、そうです、そうです、ちょっともう一回行けます。あ、もう打ってくれ、もう打ってくれ、正確、正確、もう行ってないショット、いいですね、ちょっと、これいいですね、まっすぐ行きましょう、まっすぐ行きましょう、まっすぐ行きましょう、ということなんですよ。5番やったからっつって、あ、僕からしっかり返さなきゃなとか、そういう話じゃなくて、もうパターンでも打つような気持ちでなんかバチンってバチンとやると結構怖くて飛んでくれる。そうなんですよ、勝手に飛んでくれるんですよ。だから、まあ、言いたいのは5番とか6番を適当にうまく打てるようになれば、3打目8番さえ持てば、まあ勝ちなしにいける。いければこう出入ったらいいから、OB じゃなくてバンカーも入ってて、はい、30打目ってことです。今できたら、今ここから入れば、はい、クリアみたいな感じで、すると、いいなって、どうしようと思うんですけど、ちょっとこれは、ちょっと個人的に練習しますね。いや、ちょっとロングアイアン自体がちょっと苦手なんで、はい。よし、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 よし。あ、OK、OK、OK。あれは大丈夫です。あ、これでいい。あれ全然大丈夫。これでいい。大丈夫、大丈夫。いい感じ。で、あと8番でいいんで。そうっす。パッパッパッ。あれを10回中8回ぐらいでやれば、うまくやってます。確かにです。もう一回。はい、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 私が主張、ダ・パン、ダ・イエローだ、ダ・レッドだ。ゲームやりましょうか。やりましょう、やりましょう、やりましょう、やりましょう。完全に止まったところです。はい、はい、はい、よし、はい、始まってみんね。いやいや、ちょっと僕と違うんで、ちょっと僕はじゃあ、でかいっしょ。あ、ほら、来た、ほら、惜しい。
うまい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 な。リアルリアルだったね。ちょっと結構マジでいいですか。マジでいやマジで。遊びは終わり。遊びは終わりみたいな。マジで。いや、これは大きかったでしょ。これ、あ、ベトったベト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 すぎる。これはまずいっすこれはまずいっすやばいやばいこれ、これわかったら上げていい。え、じゃあ今度じゃあ、ぜひまた、はい、行きましょう。そうですね。じゃあ今日はちょっと、ありがとうございました。ゴルフは、ゴロフ。